こんにちは1000プロジェクト達成企画ということで社会課題解決私たちのプロポノと題しましてこれまでの1000件のプロジェクトを大解剖してみようというお話をさせていただきたいというふうに思います。 今日の内容なんですけれども、これまで1000件達成にかけての歩みですね、それから3つの観点から1000件のプロジェクトを解剖してみようということで、社会課題別、支援メニュー別、そして事業テーマ別という、この3つの視点からご紹介をしていきたいというふうに思います。また番外編として、ママ坊の広がりについても、一言触れてみたいというふうに思います。 では早速なんですけれども、この1000件達成までの歩みということなんですが、サービスグラントはもともと2005年に活動を始めました、そして2021年の,この春になってです、ね、この2000 1000件達成というところになっていますので、約16年かけてここまで歩んできたということが言えます。 まあ、と申しましてもこちらのグラフを見ていただくと分かりますように2005年から2009年ぐらいまでにかけては年に,もう本当に数件といったところで進んできましたそれが2010年ぐらいからかなり数がです、ね、増えてきて特にここ34年はです、ね、この伸びもかなり高まってきて右肩上がりという形で今1000件まで達成してきています。 ここまで本当に数多くのプロモノワーカーの皆さんにご参加をいただきましてこの1000件達成というところにたどり着くことができましたということであの改めてこの場を借りてあの皆様にお礼を申し上げたいというふうに思いますさてその1000件なんですけれども社会課題分野別で見るということでいきますと本当にこのサビスクのとここれ大きな特徴なんですけど様さまざまな分野幅広い分野に対してこの、えー、プロジェクトを行っているということが特徴と言えると思います 医療福祉高齢者支援ですとかそれから障害者のサポートといったような団体さんもありますしまた子どもや教育ということで子育て支援ですとかそれから教育支援こういったことに取り組んでいる団体さんも応援してきていますその他本当に幅の広い団体さんに対して活動を行ってきているということがこの図からも見て取ることができますさらにです、ね、支援メニュー別で見る宣言ということになりますけれどもサービスランドではこの情報発信です、ね、それからファンドレイジング そして業務改善そして事業戦略といったような分野でのサポートということを行っているわけですねそしてこれこの図を見ていただきますと分かりますようにまず最初はこうウェブサイトの支援から始まったんですがそこから毎年毎年ちょっとずつ新しいメニューを増やしていきながら現在至っています 印刷物、パンフレットのプロジェクト、営業資料のプロジェクトマニュアルを作るプロジェクト、事業計画を作るプロジェクトこういった形でプロジェクトがだんだん広がっていきまして現在ではまあ約20のプロジェクトです、ね、を行っているということになりますこの4つの分野ですね情報発信、ファンドレイジング、業務改善、事業戦略というこの4つの分野ごとにこの専件というものを分類してみますとこんな形になります 一番下にあるこのブルーのところが情報発信ですね、こちらもまずずっと前から人気がある、ニーズがある分野というところになります。それからファンドレジング、業務改善といったところがございまして、それから中段ですね、上の方にこにオレンジ色で書いてある事業戦略の部分、こちらも今は支援内容としてはかなり多くなっていると。 例えば事業計画立案やマーケティング基礎調査といったところがまずあるのと、それから団体の課題整理のようなです、ね、比較的短期間で取り組むようなプロジェクトなども含めて、現在ではニーズがかなり多いといったことが見て取れるかと思います。さて、それから今度事業テーマ別で見る宣件ということですが、サービスランドはさまざまなパートナーと一緒にこのプロジェクトに取り組んでいます、行政機関や企業などということなんですね。 で例えばですけども企業共同ということで言いますと企業の CSR または人材育成こういったプログラムの中でプロポの,のプログラムを各企業で取り入れていただいているということになりますこちらにご覧いただくような企業の皆様とご一緒にこのプロポのプロジェクトの推進を行ってきているということなんですね それからもう1つありますのが、この町づくりとか地域づくりといったようなテーマで、東京都さんと一緒にやっている東京ホームランプロジェクト、あるいは大阪府と取り組んでいる大阪 A 町プロジェクトといったような形で、地域の住民の皆さんたちが主体となって取り組むようなプロジェクトですね、に活動に、このプロモノの人たちが一緒に入っていって、地域づくりを一緒に盛り上げていくというような取り組みがあります。この辺がですねあの2つ目の領域として言えるんじゃないかと思います。 そして、まあ、3つ目の領域としてはですねあのサービスファンとは主に東京や大阪のおから参加いただく方が多いんですが支援する先が日本各地、ですね、えー、例えば青森とか鳥取とかあるいはふるさとプロボのを通じて日本各地の農産漁村とつながるといったような形で日本のさまざまな地域の団体さんとつながるということにも取り組んでいるということになります。でここのの事業点は別でこの権を分類してみるるとととどうなるかというなかい この一番下の,この青いところ、まちづくりの分野というところがここ最近はかなり急速に伸びてきているということが言えます。それから自主事業というのは、これはもうずっと、久々の立ち上がり当初から取り組んでいるところで、この着々とこの数が積み上がってきているということですね、そこから企業プロボノもじわじわと伸びてきていまして、あとちょっとで200件になろうとしているというところです。日本各地の地域づくり、こういったところはまだまだあのトータルでいうと、数としてはあともうちょっとというところでしょうか。 こんな形でトータルで100件、さまざまな事業テーマで取り組みをしているということが言えます。そしてですね、最後にあのママボロについて一言をご紹介したいと思います。ママボロというのは育休中とかですね、あるいは子育てを機に離職をされた方がまあ、これから復職をしていきたいという時に復職前のまあボービングアップとしてこのママボロプロボロの活動に参加をしていただくというような企画があります。実は100件のうちの89件はママボロのプロジェクトなんですね。 このマーボロも2016年頃から急速にこの参加者またそのプロジェクトの数が伸びてきてまして今89件というところになっているんですけれどもこの国内での伸びもさることながらですね2019年にはスペインでこのマーボロというのが始まったりするということで実はこう海外からも注目をされているむしろ日本初の海外に発信できるプロ,のプログラムとしてこれからもこのマーボロ力を入れてやっていきたいというふうに思っています。 えー、ということであのまあサービスランドはですねこの社会参加先進国というキーワードに掲げながら、えー、いろいろなその社会課題があるといったところを前に多くの人たちが社会参加を通じて課題解決ができるような、えー、国づくりとか町づくりということができればというふうに思っています。えー、ぜひあのこの動画をご覧になった皆さんもあの興味を持たれたらぜひサービスランドのプロジェクトにご参加をいただければというふうに思っています。 そしてこの後、ですね、あのこの動画のシリーズでは、えー、サービス監督のスタッフがそれぞれの視点から語る、えー、プロボノの,の実際の姿についてご紹介していきたいと思いますので、ぜひこの後のスタッフインタビューもお楽しみいただければというふうに思います。えー、ということで、私からの宣言大加盟以上となります。どうもありがとうございました。